緑に染まる深い森、広大なロシアの大地を縫って列車は東へと走ります。ユーラシア大陸を横断する鉄道の旅、その距離はおよそ1万キロにも達します。サンクトペテルブルクからモスクワへ、そしてシベリア鉄道に乗り、遥か日本海に面するウラジオストクを目指します。1ヶ月にも及ぶ長い旅をするのは作家の村山由佳さん。初めてロシアを訪れました。ソビエト崩壊から8年、時代の変化の中をたくましく生き抜いていく人々の笑顔が目につきました。訪れた町や村では、自然の恵みとともに暮らす素朴なロシア人の姿がありました。短いロシアの夏、人々は大地への感謝を忘れません。世界で最も長いシベリア鉄道の旅、ロシアの大地とそこに生きる人々の心を訪ねます。バルト海の東の奥、フィンランド湾。この湾に流れ込むネバ川のほとりに広がる町が古都サンクトペテルブルクです。18世紀の初め、ピョートル大帝がヨーロッパに向けた窓として建設した町で、帝政ロシアの首都でした。ピョートル大帝は西欧諸国から建築家を招いて、ヨーロッパに負けない美しい町を築きました。町の中心部を流れる大小さまざまな運河沿いには、帝政時代の建物が立ち並んでいます。美しい町並みは北方のベニスとも言われています。今回初めてロシアを訪れた作家の村山由佳さん。村山さんは小さい頃からロシアの童話や民謡に親しんできました。また作家としてもロシアを舞台にした歴史小説を書きたいという構想を持っています。長年憧れてきたロシアが20世紀末の今どうなっているのか、村山さんは今回の旅を通して確かめたいと願っています。サンクトペテルブルクにあるモスクワ駅です。ロシアの大都市ではこのように目指す終着地の地名が出発駅の駅名になっています。これサンクトペテルブルクにあるのにモスクワ駅なんですよね。東京に大阪駅があるようなもんですよね。うわー、人がいっぱい。村山さんがロシアで初めて乗る列車は特急オーロラ号。サンクトペテルブルク・モスクワ間を毎日走っています。綺麗なブルー。ちょっとなんか車掌さんが怖そうに見えるんだけど、同時に OK?Спасибо. ここだ。ここです。ここです。ロシアの長距離列車の客室は、その大半がコンパートメントになっています。こんなとこ行ったら悪いかな。誰か来るかもしれないし。よいしょ。ちょっと暗いから。よいしょ。これ開くかな。開きます。開いた。ちょっとこれくらいだから
るとね、気持ちいいですよね。ベッドがそのままシートになっているのね。午後4時ちょうど出発。サンクトペテルブルクをたったオーロラ号はほぼ一直線に南に向かい、モスクワまでのおよそ650キロを6時間で結びます。そう、今まで結構アメリカとか、それからよそのヨーロッパの国にはいろんなところを回ったんですね。仕事柄でもありますし、旅が好きだっていうこともありますけど、でもロシアっていうのはそのどことも違う国だという印象がありますし、ヨーロッパなのかアジアなのかわからない、もしかしたらロシアでしかないのかもしれない、そういう意味でものすごくこう独自のものを持っている国だと思いますし、それから父がずっと前にロシアに行ったことがあって、それで小さい時からうちでロシア民謡のレコードがかかっていたり、父がお風呂でロシア民謡を歌っていたり、そういうことがあったもので、ロシアっていう国のその名前自体も、なんていうのかな、私にとってはものすごく近い印象があるんですね。懐かしいって言ってもいいぐらい。それから私自身がこう自然とかもう地平線が続いていくような、そういう旅にもともと惹かれるところがあって、ちょうどその今変わっていこうとしている国に対する興味と、それからロシアの自然に対する興味と、ロシアの文学に対する興味と、全部がちょうどこう私の中で多分時が満ちたような感じになったんだと思うんですけど、ああロシアを旅するんだったら今だなっていうような、世紀末のちょうど変わりかけてる今だなっていうふうに思って、今回村山さんが乗ったのは一等車、定員2名の部屋です。サンクトペテルブルク・モスクワ間はロシアの中で最大の幹線です。列車はビジネスマンや観光客でいつも賑わっています。食堂車で夕食をとることにしました。ボルシチと並ぶロシアの代表的なスープサリャンカを注文しました。まだグラグラ煮立ってるよ。サリャンカは肉や魚と野菜を煮込んだトマト味のスープです。さっぱりしてて美味しい。お魚も入っているけれど生臭くないし、あ、揺れる